今回はブルメ系 P の漫画って減ったよなという話題をご紹介します。ブルメ系ポルノ漫画って減ったよな。好きじゃないけど嫌いじゃなかったよ。どっちだよ。グロ画像貼るな。望月さんが流行ったから今後グルメ系恐怖漫画が流行り出すかもしれない。望月さんも見ようによってはエッチだよね。私は恐怖しか感じませんが。そんなジャンルあったんか。まあ言われてみれば食べてる描写にエロを見出すのはある気もするけど。そうまで思ったけど食欲と性欲って同時に欲するもんじゃないなって。食う時の色気はラーメン大好き小泉さんくらいがちょうどいい。俺は小泉さんが走りだと思ってる。あれのせいでラーメン食うようになって太った多席志向。幸福グラッチの空気感が好きだけど食事シーンがノイズなんだよな。というか飯の間が12巻も続いてることが驚きだよ。誰が買ってるんだ。飯沼くんはすごく可愛いからな。固定層を掴んでるんだろう。孤独のグルメを発端に流行したけどすでに食事以外にも魅力のある作品しか残ってない印象。単純に絵面がちょっとね。セリフ変えただけで好感度が上がるのほんと好き。いや別に上がりはしないかな。仕事はローテンションで飯食べる時だけ。なんか飯を食って発情してるキャラって何なんだろうな。まあ三大欲求と言われるくらい強いものだし満たされると幸せに感じるような気はする。飯沼は進むにつれ甲骨描写がかなりな付されていくから、初期はただただキモかったのが後期には愛嬌程度に癖があるくらいに落ち着いていくんよ。最初に炎上するくらい評判が悪くなってそこを修正したから受け入れる人も出てきてアニメ化もしたけれど、最初に逃げた人はキモい漫画見たくないって思ってるからなんで続いてるんだって外から疑問に思ってるみたいな感じなのかな。姫様拷問の時間ですも最初期だけちょっとお色気要素あったけど需要がなかったのかすぐにほのぼの全振りになってアニメでもな付されたね。グルメ系好きだから話題になったのはいろいろ読んだんだけれど正直全然美味しそうに見えなかったんだよな。リアルに描かれるのもデフォルメでも性欲の表情を意識してますってのは本当に美味しそうには見えなくて、うまいってかとあって満面笑顔って感じのシーンの方が美味しそうに見える。具体例挙げられんけど露骨な描写より品よく食べてる方がよっぽど色気あるんじゃないかな。昨日何食べた？のっけ顔お姉さんがケンタッキーフライドチキンをがっつりって音つきだけど涼しい顔して食ってるのは上品な色気あったと思う。姫様拷問の時間ですの父ちゃんの食べ方破品があって美味しそうで好き。父ちゃんいいよね。コンビニのブリトーやカップ麺がめちゃくちゃ美味しそうに見える。英知を意識すると下手に描く得意方が切ったねってなるからね。汗とかよだれとか食べ方とかリアルより描写だとちょっとね。美少女でも無理。スレガは広告とかで出てこない限りは概ないから広告出てきたらちょっと嫌だけど、ここ何日か連続で見かけてやったキショイなって改めて思ったわ。需要あるから続いてんだろうけどな。二次元でも相当キモいけど仮にこれがリアルだとしたらな。食事中によだれだらだら流しながら汚い食べ方してるおっさんが同じ店にいるのかなり嫌だしストレスだろ。作中ではなんか好意的になってるらしいけど、まあよほどでもない限り隣のテーブルとかあんまり見ない気がしないでもないけど、美味しさの喜びの表情をいっぱいに表現しようとしてやりすぎたんだろうなって感じはある。うまい飯を食った時の表現なんてこんなのでいいのに。比較対象が最上級なのはちょっと。でも実際問題テレビはグルメ番組とか食リポみたいなのがすごい増えてるけど漫画は減ってるような気もしないでもない。言われてみると確かにあまり思いつかないかも。 R18 漫画だけど半々トラベラーズとかぶっちゃけグルメパートの方が好き。第1弾の福岡飯はほんと良いよね。特にもつ鍋食いたくなるけど鍋を囲む友達がいない。不倫食堂を思い出した。過剰なリアクションなく淡々と食べてても文字通り綺麗に食べてる方が美味しそうに思う。スレガなんかは背もだけど細い目と口の形がなんかいやいや食べようとしてる風にも見えるんだよな。飯沼は表現がな付された最新刊に近いのから読む方がおすすめかもしんない。肉女のすすめって漫画好きだったな。それ面白いよね。いきなり一回食べる君があんまり好きじゃないからって公約解消されるところから始まるんだけど、美味しいもの食べてたら女友達ができてなんかもうどうでもいいかもみたいな展開がスカッと系を見てるような感じがあって結構好きだったな。肉女のすすめよかったぞ。初めてアニマンで見たかも。全4巻と短いからぜひ見てくれ。鍋に弾丸もリアクションは淡々とした絵だな。美味しそうに食べてる描写ってのはこういうので良いんだよ。こういうので月山先生は生きてて欲しかった。おっちゃん楽しそうに食ってていいね。
料理を美味しそうに描くのは難しいんだよな。料理をうまそうにっていう表現だと谷口二郎先生や土山茂先生とかがうまいな。パッと思い浮かんだのだとクーネルマルタは食い方は綺麗、リアクションは漫画的をいい感じに両立させていた気がする。信長のシェフでハンバーグ食べた時の推しの方はエッチだと思ったけど下品じゃないんだよな。異世界食堂はみんな美味しそうに食べるし、ストーリーの方も面白いしで好きだった。微妙だと感じる飯漫画って食事の感想がワンパターンなものが多いというか、うまい以外のまずい飯やハズレな飯が出てこないイメージ。作画わざと崩壊させて受け狙ったのか。食べても食べても減らないって思ってるようにしか見えない。料理漫画の審査員かよってくらい詳細に料理の感想を言う飯漫画あるけど、むしろ生き残っている飯漫画って料理の感想はうまい熱酸っぱとかシンプルなのが多い気がする。じゃあ作る側をエロくするか。ほうパンパンにする絵面がもう無理。リアルだと北川景子ですら許されない絵になるから。しかしグルメ系ポルノなんて飯うまいが意外とする作品ないやろ。相馬か味の助のことか。幸福グラフィテとかモンモンハンとか飯ハントラベピーズとかいう謎のグルメ漫画。あれグルメ部分をちゃんとやってるのがジワル W。 女体盛りとかと同じで単体ならどっちも好きだけどセットは生理的に無理。人肉食はやめとけよ。女体盛りを知らないだと仕方ないんや。昭和バブル期に滅びた風習よ。ウィキで調べるとむしろ平成には行ってから事件化してるようだが、あくまでネタに過ぎないものを現実でやろうとしてはいけない。その理屈だと船盛りはどうなるんだよ。船食うのやめとけよ。でも私飯沼って表紙で回避してたんだけど、実際読んでみたら2巻のラーメンの話とか5巻の味噌ラーメンの話とか結構面白かったよ。それは君が単にラーメンが好きなだけなんじゃ。でも普通に考えて魅力がなかったら長く続かないよね。長く続いてるってことは好きな人もたくさんいるってことだよな。ただどう好きなのか理由を聞きたいんだけど誰も答えてくれないんだよね。好き嫌いの理由の言語化ってなんだかんだ難しいよね。家にある漫画のそれぞれの好きな理由を考えるとどうしても面白いからになる。自分は孤独のグルメが面白くて好きだ。特にサンドイッチとコーヒーを買って食べる回のコーヒーをカキンと開けるところ。つまらないと感じたものはなぜつまらないのかを分析して説明できるんだけど、面白いもの好きなものは自分がそう感じたが全てだから説明が困難なんだよね。同じような内容でも好みに合う合わないが出てくるし。ひろしでええわ。あれは食事パート美味しそうか。あれ見てカツ丼食いに行ったくらいにはうまそう。ひろしのジャンルはハードボイルドやんか。限界独身女子26後半おすすめ。あれはグルメ漫画のカテゴリーなのか。毎回食事はするけどうまいと思って食ってる描写がほぼ皆無なんだよな。以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ元気よく挨拶しましょう。チャンネル登録お願いします。